喜多方市にある国指定重要文化財の熊野神社長床では茶道の体験が行われました。これは日本の伝統文化を学ぶために毎年行われていて、今年で3回目です。今日は慶徳小学校の児童およそ20人が参加し、講師を務めた総編流の斉藤宗泉さんらの指導を受けながら茶道の作法や心得を学びました。子どもたちは静まり返った空間でお茶や和菓子を思い思いに味わっていました。はい、楽しかったです。和菓子もお茶も美味しかったし、茶道の体験は来年以降も行われる予定だということです。